コーサルヘサコーサルの発表ヘサコーサルの生産ラインコーサルはアメリカの海マイナス5戦闘機をベースにしたイランの戦闘機である。高度な火器完成システムとともに最新の第4世代アビオニクスを搭載している。2018年8月21日、イランの完全な国内開発、製造機としてイランの国営テレビで初めて公表された。 この数日後に初飛行がしたと言われている。2018年11月3日、イラン航空機製造業会社でコーサルの組み立てラインの発足式が行われ、少なくとも7機が製造されている。エスファハーンで開催された防衛作業費のイベント祝賀会では、ハサンド・ーハーニー大統領がコーサルを視察した際に出席していた。イランの報道機関は、コーサルの設計は、 カイマイナス5をベースにしていることを認めつつも、イスラム国家が一から製造した初の戦闘機であると、褒め称え、第四世代戦闘機と称している。なお、コーサルの存在が発表された数日後、イランのカイマイナス5が墜落したとの報道があった。イランは、核開発やミサイル問題のために2006年以降に、国連から制裁を受けている。アメリカは、武器販売や、 ほぼ完全な経済活動の禁止を行い、その中には、イランとの小取引を行う会社への制裁も含まれ、主要な防衛装備品が公式に入手できない状況にある。コーサルは、そのような状況の中、自主開発の必要性を感じ、開発したものと見られる。コーサルは、サーエゲやザラフシュと、同じく、イマイナス5のフレームをベースに作られている。イラン国営メディアによると、 この戦闘機は高度なアビオニクスと多目的レーダーを搭載しており100%国産で作られたという。またデジタルデータネットワーク、グラスコクピット、ヘッドアップディスプレイ、弾道計算機、スマートモービルマッピングシステムを採用している。エンジンには J90 という名称が付けられ、ゼネラルエレクトリック J85 のリバースエンジニアリングとみられる。 2020年6月25日、イラン国防軍事省は、エスファハーンで行われた式典で、イラン空軍に新型機、コーサル3機が納入されたと発表した。公表画像には、非戦闘食塗装の機体が映っていた。コーサルは、短座と複座が生産されている。2018年11月26日、イラン航空産業機構の代表であるアブデカーム、 バニタラフィ順視省は、イランは、コーサルジェット機の輸出が準備できており、ロシア、中国、インドネシアと合意が交わされていると発表した。ただし、合意内容の詳細は明らかにされていない。イスラエルのアビグドール・リーベルマン国防相は、経済危機に対する自然な反応だと報道陣に語り、イラン人は、アメリカの継続的な制裁で非常にプレッシャーを感じており、 その反動でこのようなことを言い出しているが、我々もそれを否定すべきではないと付け加えた。首相官邸のフィール・ゲンデルマン報道官は、イラン政府は、コーサルを発表し、イラン初の100%国産の戦闘機だと主張し、その攻撃力を自慢する。しかし、私はすぐに、これが非常に古いアメリカの軍用機であることに気がついた。それは、 何十年も使われていない回マイナス5クラスの Z 機である。とツイートした。欧米のアナリストはこの航空機は兵器としては効果がないが新世代のイランの戦闘機パイロットを訓練する潜在力があると評している。アレックス・ロッキーは大きなジョークのように見えると評したが Z 訓練機と K 攻撃機としてのその知られざる目的は イランの空軍を救う可能性があるという。IISS の軍事航空宇宙上級研究員で、アルガ・グラスバディによると、イランは基礎の回マイナス5のジェットフレームを維持したまま、アップグレードや変更をコーサルに加えた可能性があるという。彼はまた、イランがジェットフレームをリバースエンジニアリングすることは可能だが、問題はエンジンとアビオニクスの調達にあると示唆する。 関連する航空機同世代の比較できる航空機関係する一覧。ありがとうございます。